ボンクスを使ってみてリアルタイムで対象者の方に教えることができるということが非常にメリットだと感じました。従来であれば対象者の方が滑り終わってからのアドバイスという形だったんですけど、リアルタイムでここがいい、ここが悪い、その場で分かるというのはすごくやっぱいいと思いますね。で、ついたタイミング、はい、次のターンに向かいながら重心しっかり落としてくるように、人の滑りを見て、いい悪いっていうのを他の方もそれを共有できるっていうことが非常にいいのかなと思います。一回持ってきて、そうそう、はい、そう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 。